スマホ持ってシェアしてくださいシェアで投稿するってやつ、私のページに、そうそう、本田さんの友達に知らせるような感じ、はいはいはい、重なった部分も一緒ですね、また面白いな、のんきに見てる方がいいかって怒鳴っちゃってもいいですか怒られちゃうかなええみたいなこと言って、いかんです悪口言えなくなりましたね、残念ながらそうですねちょっと監視がついちゃうと、大きな声で言えないです、ちっちゃな声でも聞こえちゃうしね、困ったもんですね、じんわり行きましょうか、はい、はい、こんばんは、こんばんは、ちょっとですね、カメラが固定してないので明るさが動いちゃいますね。ちょっと今日はメンバーがちょっと違うので、ね、視聴者も見るかもしれませんね。ああ、そうですね。本当ですか。これで落ちたら人の前で怒られるかもしれない。はい、今日はちょっと彦坂さんがね、お休みということで、そうですね、でものんきにあの多分きっと見てると思うんですけどね、見てます悪口言われると困るので、あの監視されてる状態だと思うんですけど。小さな声で言いますので、はい、ヘッドホンして聞いてください、はいはい、突然であのご指名させていただいてすいませんでした、本当は女性がよかったです、彦坂さんじゃないんで、あの知ってる女性があんまりいなくて数えるものもいないんですけど、もう本田さん以外いないから、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様でした、はい、久美さんこんばんはです、はい、久美さんこんばんは、久美さんにもお願いしようかなと思ったんですけどね、やっぱりちょっと男性の方があれかなと思って、ちょっとあの最近品がなかったので、ちょっと品桜井さん、そういえば久美さんって、うん、車の色って、うん、青青ですね、あ、この前某ショッピングセンターで、うん、久美さんみたいな人を見たんですよ、まあ、だいたいどがついてるんですけど、あ、そうそうそう、近所らしいですよね、あ、そうそう、近所らしい、車で行くかどうかちょっと私知らないんですけどね、うん、すごく似てて声をかけようかなと思ったんですけど、エロ、ちょっと、ちょっとね、遅かった、うん、エロカメラが近くないですかって、そうでもないんだけどな、そうそう、ジャージ着てます、すいません、あの2人体が大きいせいかもしれません、最悪じゃないですか、ちょっと引こうかな、やっぱりこれで変わらなかったらどうしよう、久美さん笑ってる場合じゃないです、ちゃんと応援に来てくれないと困るじゃないですかって、久美さん来ると思いますよ、誘ってないのではないですか、ね、多分向かってると思います青い車で、青い車で、あ、ちょっと煙が出ても向いてるだろう、ちょっと大丈夫です、ね、あれでも原田さんの、そうですね、仕事中ですから、はい、あ、すいません、そうだ、よく買い物に行ってるような話は聞きますけど、会ったことはないです、私がそのご近所のラーメン屋さんで、はいはい、遭遇したことがあるんですか、あ、そうですか、あの辺スポットかもしれません、ですよね、さあ始まりました、ダイエットやることが言ってましたので、ありがとうございます出たいな、出ていいですよ、じゃあ出たいな、ね、声の出演何を譲り合いしてるんですかはい、イベントの紹介ですか、いえ、しません、しませんこれだけあってしません、鈴井さんが、彦坂さんが大きくなりましたねって、ああ、そうです、そうですそうですか、名前はあの僕の中に彦坂さんが入ってます、あのアルファベットは一緒なんですよね、えっここのマスターもエッチですか、エッチさんでいうと元凶となんですね、エッチ、そうです、エッチエッチなマスター、あのエッチなカメラマン、うん、エッチな委員長、その委員長って最近あれですね、投稿であのなんか連続して連続して、はい、なんかイベントをやっちゃうよみたいな、そう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 、コメントを頭につけて、はい、やっちゃいますよということで、はい、でちょっと本気出したって、そうです、そうです、いつも本気じゃない、まあ、いつも本気ですけどいつも本気ですけど、ちょっとにしないですか、いっぱいですけどねちょっとしか出てないのかなと思って、
まだ準備中っていうかあれですね。準備中なんですけど、あの今週ちょっとあの、うん、行政ですとか、うん、関係団体に講演申請を、ま、段取りを、はい、して、あのまあまあほぼほぼほぼ申請は通るんではない、まあ手直しがあるかもしれませんけど。まあ手直しはね、まだ、うん、準備段階ですのでね、はい、当然あると思いますけど。はい。はい、11月3日の文化の日。行っちゃっていいんですか？いいですいいです。文化の日に高志緑地公園で。場所も行っちゃっていいんですか？いいです。っていうか写真を撮ってるじゃない。みんなわかるわあれじゃん。そうですね。で、うん、もうとにかく広い、場所も広くてですね。はい。まだあれです。私行ったことないんですか？あ、そうなんですか。通り過ぎるだけで。少し前に、うん、まあ準備委員会だった時に、うん、ちょっと下見に行こうよって。それが、はい、であそこまあ駐車場が一箇所あるんですけど。はい。数名で行って、うん、でじゃあ大体公園のこの辺に集合ねと言ったら、うん、4人が同じ駐車場に止めてるにもかかわらず、同じ駐車場に止めてるんだよ。だから駐車場は同じなんだけど、広いんですか？駐車場広い？駐車場狭い、100台もない。じゃあ来てるの、来てるのは分かりますよね。来てるのは分かるんですけど、じゃあここの公園のこの辺に何時に集合ねと、うん、それが集合できなかった。ここって決めたんですよね。そうです。でも携帯でいやちょっと全然分かんない、広すぎて分かんない、広すぎて分かんない駐車場でパッと良かったそうです。なんちゅうおしですか。まあまあ駐車場で駐車場で待ってれば良かったんですけど、まさか高志緑地公園で迷うって発想がないじゃないですか。なるほど。ただその思った以上に場所が広かったという。ああそれは良かったんですか。良かったというイメージで良かったんです。でも広いとね、やっぱりちょっと企画も大変ですね。企画も大変ですけど、うん、まあ協力していただいている方も本当にありがたい話、うんうん、はい、たくさんいらっしゃるので、はい、かなり巻き込んでますね、これじゃ。かなり巻き込んでます。いいですね、楽しみですね。まあ、正式な発表はいつ頃？正式な発表は、うん、やはりまあ豊橋市ですとか、まあ今、うん、公園申請しているところと、うん、で公園申請も今第一ステップとして、うん、一部のところにこう出していて、順次新聞社ですとか、うん、メディアさんにもお願いをしていきますし、うん、まあテーマは豊橋のいいところを、うん、もう一回みんなで確認しようよという、うん、ザ豊橋のイベントなんですけども、まあ、そのザ豊橋といっても今八市町村連合ですとか広域連合等々ありますので、当然その豊橋オンリーではなくて、お隣の蒲郡さんですとか田原市さん、新城も含めて近辺で、でまあひょっとしたら三神大縁絡みで浜松からの応援もあるかなというような部分でイベントが打てればなと。で豊橋にやはり豊橋が本社の会社、まあ、事業所がある有名な会社もあるの で、 そうですね、今実は、うん、まあ、そこは一般公開に先駆けてそういった公園の近くの、まあ、発表する段階でね、なくなるとね、ちょっとあれだしね、はい、かっこ悪いってんじゃないけど、はい、ちょっとあれみたいになっちゃう。あ、もうなくなることはないですよ。あ、本当ですか。ね、私と桜井さん2人だけでもやります彦坂さん入れて、あ、そうですね3人でもやります。3人で、そうです。あそこの広いところで、で、まあ、たまたまその準備委員会で、うん、ちょっと こういうコンセプトのイベントがあればいいよねっていう、うん、まあ、去年ぐらいからこう話をしていって、うん、はい、でじゃあいつにすると、うん、いう話になって、たまたま文化の日いいよねと、うん、いうような話になったんですけど、実は文化の日って、うん、1年365日あるうちに、はい、結構晴れの確率が高い日で有名らしいんですよ。その気象上的にも、季節的にね、季節的にすごくいいよと、うんうん、で、まあ、豊橋祭り、豊橋でいうとこう、まあ、いろんなイベントがある中で大きなイベントって豊橋祭りなんですけど、うん、 そうですね、それはもう10月に終わっていますので、ます、ね、はい、うん、で、まあ、ちょうどその豊橋の中ではイベントの谷間かな。そうね、もう年末に向けてのね、はい、で、ただ、うん、実は全国的にはこのやっぱりもう全国的に晴れてるので、うん、結構イベントが盛りだくさんで、うん、このイベントをあるイベント会社の方にちょっとこんな日にちにこんなイベントをするんで、うん、いろいろちょっとノウハウを教えてくださいよって
聞いたら、なんでその日にしたの？そうなんですか？もういろん、もう田原ではこんなイベントがあるし、ガマゴリではこんなイベントあるし、トヨタだってこんな大きなことやるしっていう。でそのイベント、豊橋にいなかったんですか？そうそう、豊橋にたまたま豊橋にはないだけで。いいですね、ちょっとこう、肩を並べる感じね。ただ今、そのいろんなところにこう挨拶行く中で、うん、ちょっとね、ちょこちょこはあるんですよ。ちっちゃいのはね。ちっちゃいのは。まあ、豊橋に結構イベント多いのでね。イベント多いです。で、まあ、最終的にはその準備委員会で、うん、もう どこのどんな日にやっても、うん、イベントがない日はない。ないですね。土日は特にね。まあ、うん、ちょっとテーマを決めて、うん、こんな感じでっていう。うん、じゃあテーマとかその辺はね、またいずれ。そうですね。固まったところで、はい、発表していただけるような環境になるわけですね。はい、と思います。と言ってもだいぶFacebook の方ではダダ漏れるような気持ちなんですけどもうだいたい見当ついてきたみたいな。え、そうですか？参加者のこの辺かなとみんな回ってますよね。あ、いやいや、参加者、うん、その委員会ですとかいろんなこう、うん、もう事前にお願いをしている団体や個人もありますが、まだ題名はまだ発表してないので。してませんでしたっけね。大丈夫ですか？大丈夫です。もうみんな口が軽いもんですか？ただちょっと私いろいろと縁起を担ぐ男でして、はい、ジブリさんの映画のこう野がつくよ、野がつくと売れるという。で、もともとこの準備委員会の中でじゃあどういう題にするって時に私が一番こだわったのは のをつけたい。ただののだけ。何々の何々っていう、そこにしたいんでというところにはちょっとこだわって、うん、で、まあもう一つ実は こだわったのが委員会の名前、うん、委員会の名前も断ったんですが、今月、うん、その準備委員会から正式なこう委員会を立ち上げて行った時に、はいはい、うん、多数決でですね、私の案が却下されるということ、うん、で圧倒的に却下されたんで。なるほど。まあ、否定されてはなかったんですよ、うん、否定されてはなかったんだけど、うん、私 の, その名前だとちょっと読みにくいし、うん、ちょっとバランスも悪いよねと。なるほど。いうことで、うん、まあまあそのコンセプトは引きずった委員会の名前。まあ、普通ですと例えばこう何々実行委員っていう。で、ただそのでも最近映画でもそうですよ、タイトルをそのままねついた後に委員会がついてますね。あ、そうです、うん、なんでおかしくはないと思うんですよね。で、うん、それだとちょっとまあ他とのイベントの差別化もできないのかな、うん、なるほど、うん、で豊橋が私たちがこんなに好きだという表してるタイトル、ね、表すタイトルで委員会、ね、委員会に出したんですけど、うんうん、ちょっとそれは却下されて。豊橋の人はそうだったんじゃないですかね。いやいや、もうオール豊橋です。みんな確認しました？あなた豊橋ですかって。でもまあ、ただその新しい委員会の名前も私も気に入ってるので。あ、そうなんですね。そうです。まあ、良かったというのが、まあ、一応自分内には納得して、はい、納得して OK ということで。はい、そうです、そうです。はい。で、それは正式には来月ぐらいからもう。来月ぐらいですかね。誰に聞いたここ天の声に、天の声に。天の声さんは何て言うでしょうかね。渋ってますね今。まずいのかもしれない。来月忙しいなと思って。もう自分ごとが忙しいからダメだって。ステルス的にはいろんなものが準備できてるんで。それはもうあと公表するかしないかというタイミングですので。はい。はい。はい。交互期待という。交互期待ということで。その合間になんか写真を撮ってるみたいで。写真、うん、桜のでなくて梅の写真は、あ、梅の写真、そうそうそう、なんかこの、ついに先生が変わりましたね。え、そんなことですよ、そんなことですよ。たまたまそこにカメラの人がいたので。たまたまですか？本当ですか？でただ私ね、ちょっと疑問に思ってたことがずっとあって。今の先生の疑問ですね。いやいや、家族の中で、うん、カメラを、うん、興味持ってるの僕だけなんですよ、うん。で、よくこう家族で出かけるときに、うん、家族で出かけると家族団らんがメインになるんですけど、カメラ持ってると、うん、ちょっともう行動が別になっちゃうんですよ。そうですね。で、それに最近気づいて、うん、最近なんですか？カメラ持ってくと家族からしてみると浮いちゃってんな俺って。みんなそうだと思いますよ。あ、そうそう、うん、で、その違和感にを確信したのが、うん、この前の梅祭りだったんです。梅祭りですか？で、違う先生が教えてもらって、でたまたま、うん、いて、で、
私ボーイスカウトやってるので、うん、その自然の写真を撮ることは嫌いではなかったんですけど、その花をこう間近で撮るときに、うん、なんかこうしっくりしてなかったんですよ、はい、何が違うんだろう、こう うまい作品と自分が撮ったのと何が違うんだろう、うん、で梅祭りにたまたまこうカメラを持って行って、はい、カメラ得意な村尾君という方がいたので、うん、ちょっとどうしてもこう撮れないんだよねって言われたら、うん、これこれこうにしてこうふうにするといいよって、でやっぱり上手い人に習ってその通りにやると、うん、見栄えが違うんですよ、ね、見栄えがいい、でいいです、うん、あそこだったんだ、彦坂さんちょっと指導力が弱いのかな、ね、彦坂さんはね、あの本当に彦坂さんなんかは電話でよく電話するんですよ、ちょっとまずいな、あのこう月を取ったりなんかやってると必ず電話して、うん、ちょっとこれ滝がうまく取れないとか、滝が得意なんですかね、花が見えてるのかな、ね、でまあ私あの夜の大人写真館とかでもあの、ね、バルブ撮影にこだわって一時期撮ってましたね、あそうです、うん、でまあ その絡みだったんですけど、でその時も行く先々で、うん、あの今こういう写真を撮ろうと思うんだけどうまくいかないっていう、で彦坂さんすごく教え方がうまいので、本当ですか、ですそれの違う講師をしてもらうね、椅子を公演するといいよとか絞りどうのよちょっとテクニック上すぎてね、あの身近なのがちょっとあ、そうなんです、難しいかもしれないで、結局機材が彦坂さんの方が機材がいいので、うん、結果的にこう機材が追いつかない、でもレンズだけの差だと思うんですけどね、いいレンズ持ってるじゃないですか、そうなんですよ、え、ですか、私標準しか持ってますもん、あの標準よりはちょっといいですけど、でただやっぱり彦坂さんの話を聞くと、うん、絞りをこのぐらいにしたらとかズームこういう風にすると、うん、やっぱり僕の持ってるレンズだとその彦坂さんのものには対応できてないんで、うん、合わないってことですね、合わないですよ、うん、じゃあそこまで絞れないのっていう風な話にはなってしまうので、うん、難しいですね、それで最近目的があったわけじゃないんですけど、その今バルブから月を撮りたい、今日の映画ね、あそうなんですか、うん、でそのクレーターを撮れたらいいなと思って、ちょっとレンズがあるじゃないですか、そうそう、であのいわゆる望遠レンズを買ったんですよ、で彦坂さんに相談して望遠で彦坂さんすごく失礼で、僕は純粋にこうちょっと月を撮りたいし、うん、ボイスカウトやってるんで、ね、その鳥とか、うん、動物とかが撮れればいいかなって、ちょっと幅を広げたいんですよっていう目的で聞いたのに、それは建前で本音は盗撮だよね、まあ彼のやってることですからしょうがないで、その 超望遠レンズを買って、超望遠なんですか、もうこんなバズバズかね、バズかすごいじゃないですか、で早速それが来て、うん、月を撮ったんですよ、満月、そのスーパームーンじゃないんだけど満月の時に撮って、うん、今ここに撮ってんだけどって言ったんですね、でそしたら私彦坂さんの、その私がこういうふうに撮ってますっていうのを Facebook に上げたら、うん、三脚の付け方がおかしいと、うん、そのカメラ、私ねカメラに三脚をつけて望遠レンズをやってたら、うん、それを押しちゃうよと、で望遠レンズにこうジョイントがついてるんですよ、うん、でそこに普通はつけるんだよと、一番最後の一部にそれが、うん、そうするとカメラの方が軽いから、うん、もうつけ方がなったのそれが分かったわけね、で彦坂さんから本田さん何のためにこれがあると思ったって言うから、いや僕こういうふうに持って持ってこういうふうにやるかと思ったんですって言ったら、そこに穴がついてるんだよね取り付けてちょっとずれたんだね、だから一番最初に撮ったのはその失敗した三脚をつけてで撮って、写真的にはどうなんですか、写真的にはやっぱりすごい良かったです、本当ね、うん、問題ないはず、問題ない撤回してないで、たまたま先月か、先月ダミネ観音さんの、はいはいね、城の歌舞伎を見に行こうと、はいはい、でその帰り道に、うん、新城にあるおしどりの里というのがあって、はい、おしどりを、うん、先代、そこ元大工さんなんですけど、うんはい、そこの先代がおしどりの餌付けに成功したと、これまだ告知したのフェイスブック、すごいいるんですね、うん、でどうするんですか、餌付けして、うん、で餌付けして、うん、もうブルーシートで囲われてて、うん、もうレンズが出せるこのくらいの窓が開いてるんです、でもうそっからレンズを出しちゃうと気づくから、うん、絶対出さないでねと、
だからその壁から30センチ以上離れてレンズ構えてください、うん、スマホにして、うん、で音も立てちゃダメだよ、音もダメ、音するじゃないですか、したらね、で、そこ行ってきたんですって言ったら筒井さんに、うん、いたのはラッキーだよってなんか必ずいるわけじゃなくて人がお城とか、お城の方が、で、私たちが行ったら、あ、ちょうどお客さんいい時に来たね、今寄ってきたんだよ、そう、さすが消防に強いですね、そうですよ、で、こう、で、おしどりを取ったんですよ、うん、で、家でこう、拡大してた時に、でやっぱりそれ、すごくズームでやると、うん、スマホでやると、本当にやっぱりちっちゃいですよね、まあ、そうですよね、画像まだ荒いし、うん、で、そのバズーカーで撮って、うん、トリミングしていくと、やっぱり結構、鮮明に撮れて。おで、その時に私、おしどりって名前を知ってたんですけど、うん、おしどりってオスとメス全然違うんですよ、形が。ああ、違いますね。男性がちょっとね、綺麗なんですね。そうなんです、そうなんです、うんうん、で、それも筒井さんに、私、今の今までおしどりとオスとメスと違うと思ったっていうコメントをしたら、いやいや、興味が ないっていうのはそういうレベルだよね。そうそう、そういうもんですよね。うん、なので、まあ、逆にこうカメラを通していろんなことを、まあ、50近くになりましたけど、うん、それはそれでいいことかな。でも本田さんは草川の熊谷さんのお写真手伝ってますよね、はい、人撮ってると撮ってます。今は七五三かな、展示されてますけど、七五三、今七五三展示してるんですよ、展示会。成人式じゃなくて、成人式まで、あ、まだあれ、あ、七五三、あのね、七五三は私行ってないんですよ。行ってないんですか、行ってないです。七五三は、七五三行ってないです。七五三も行ってないの、あ、七五三、成人式は、成人式は行きました。なるほど、成人式はね、3月9日から。あ、そうですよね、3月、ね、3月9日って言えば、うん、うちの店が閉店する、閉店する。そう、それは嬉しい、ま、嬉しいことですかね。おめでたいことでいいんですかね。知ってます、サンキューの日なんですよ、サンキュー、ありがとう、ね、みんな知ってると思います。いや、本田さん、新鮮な顔してる。あれ、向かったよ、2番目かな。これ本田さんの写真が見えるわけですね。あ、そうそうそう、採用されてますかね。え、何されてますよ。展示するのは偉いですけど、採用されてますかね。採用されてますよ、だって、はい、採用されてなかったら怒られちゃいます。名前が載ってないと分かんないですね、採用されてる。名前は多分載らないかな。載らないですよね、はい、3月9日のご本人から写真のアップがないときは残念でしたということで。いや、あのね、いや、もう載せれないんですよ。その写真お手伝いする、本田さんが見に行ってこう分かるよ、ああ、はいはいはい、ありましたとかね、はいはいはい、残念な時は何も言わない、ノーコメント、言ってないよって言ってて。それでそこはね、シャボン玉、彦坂さんなんかシャボン玉を飛ばして、ああ、なんかやらされてたんです。もうちょっと変なのにこだわるのしてたんでね、小道具いっぱいと大変ですよね。デザインに行くの何かと思ったらね、ストロボを持ってくるとか、ね、それで一番最初に誘われたの敬老の日だったんですよ、うん、敬老の日のデビューが敬老の日かな、カメラ持って初めて行こう、またあれですね、ニュータイプでしたけどね、今はもっといいのを買っちゃった問題ですけど、じゃあ3月9日、はい、楽しみに、ね、楽しみにしてます、はい、ぜひ七五三はちょっと提示してないということでね、はい、あれですよ、これ、23日で、七五三が終わるのでちょっと週が空くんですね、はい、はい、ぜひそれ以外もやってますね。それ以外はどうでもいいみたいな。そんなことない。いや、そんなことないですよ。ちょっとまだ日にちはっきり言いませんけど、JJ のメンバーちょっと予定になってるんだね。あ、そうなんですね。うん、いつって言うと大根コンタクトするといけないので言わないんですけど。ああ、そう思いますよ。交通規制入ると思いますよ。規制入ればいけないね。はい。はい。はい。あとこちらですね。はい。ちょっとまだ、3月の20何日だっけ、あ、13回とこ近いとこまでいいかも、これ3月20日、うん、はい、でこっちどうしよう、本人からお願いした方がいいのか、パンダさんにお願いしてもらうのかな、詳しい進行情報ありますか、何か、特に新しい情報入ってますか、今のところこの前番組に出てたみたいで、昨日、おとついですね。ね、びっくりしました。はい、やりゅうさんからでしょ、つむぎの。そうです、そうです。ね、うん、はい、一応ですね、Wi-Fi の環境を設定を。中継をするために。はいはい、なるほど。で、設定の方で、はい、この間そこで話すか。
まあいいか。声の出演。こ、このイベントのうちの会社もちょっと出るんですか。噛んでます。噛んでますか。話して。じゃあ。なんか提供していただいて。あ、そう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 。はい、何を、ああ、なんか提供したんですか。医薬、医薬部外品、シワに、シワに、シワに効く、シワに効く、シワに効く医薬部外品の化粧品サンプルを、なるほど、50セット50セットもですか。50セットメラ張り込んで、はい、すごいじゃん。あの、まあ、サンプルですよ。それにちょっと違う。あ、でも商品も一緒です、これです。あ、ただね、ね、ネットには出、ネットには出さないので、来てからのお楽しみ。さあ、化粧品うるさいんだよね、ポールさんね。はい、そう、あの、うるさいって怒られたわけね。慎重なんですね。あ、そうです、そうです、やっぱりね。ね、ネットはちょっと、なかなか化粧品屋さん。ちなみに、うちの店も出しました。あ、一応、件名出てましたね。あ、室川さんのね。500件が。500円の件が、うん、2000枚でしたっけ。何が、まあ、うち潰れる。移転してから動かなくなったみたいな。2000円分が2セットです。2000円分が2セット、うん、おー、束で上げるとですか。ん、あ、それで出店者も対象なんですか。なるわけないじゃん。なるわけないって。2000円分が2セット。でも参加するは当たるかもしれませんよ、ね、だってカラオケ参加しないで。あ、カラオケの、あ、そうそう、あとそれとは別に今検討中ですけど、カラオケも出しますよ。もうよくわからない。カラオケはカラオケで、また別にあのトロフィーがあるので、うん、なるほど、はい、トロフィーじゃなくて商品ですよ。商品は、ソスネじゃなくて商品ですよ。パンダの最初に来場者記念で、あれ抽選ですよね。抽選、あれで、あれも多分出るんですよ。あれについてくる、あの中にくじが入ってるんですよ。あ、なるほどね。もう盛りだくさんですよ。盛りだくさんですね、うん、楽しみですね。小鉄の部屋さんも、小鉄の部屋さんもね、忙しいでしょ。いや、分からん。はい、3月3日ね。はいはい、はい、嬉しそうですね。はい、次のですね。これは3月のビスケットプロジェクトさん21日ですね。これ3月21日。はい、これ毎回同じ場所でね。そうそう、前回は田原でやったんですね。はい、そうですね、1回は田原なんで、これ2回目はまたあそこのプリエルさん。プリエルさん、はい、これもね、うちの会社毎回お世話になるんですよ。今回はちょっと私、じゃあ今回は、あのビスケットさんからお誘いがあったんですけど、うん、私が、うん、あの申し込みを忘れてたという大失態で、ちょっとスケジュールが合わなかったの。顔パスてないんですか。そうそうそう、気づいて、うん、あの本田さんのところから出店来てないけど、うん、ああすいません忘れてましたってこうスタッフに言ったら、もうちょっと出れるスタッフがいなくて、あ、人がいなくなっちゃった。本田さんやればいいじゃないですか。本田さんがやればいいじゃないですか。ダメですよ、だって女性写真撮っておいて、はい、で、こう、こう一番こう伸ばして実演販売すればいいんじゃないですか。あれあれかい、あれ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 、あの、あ、春田さん、違うお店の宣伝でできる。もちろんいいよ。あ、じゃあジョーが一緒。あの、今たまたまですね、僕の小学校、はい、中学校の同級生の女の子、女性なんですけど、はい、今のご夫婦で、うん、あれ何町になる？前田町で、前田町イタリア料理のお店を、イタリアですか？イタリア料理のお店をやっていて、うん、それうまいっすよ。うん、で、あの、今度のイベントも11月3日のイベントも、あ、11月3日も、うん、あのイタリア料理で出てくださいよっていう、イタリア料理を出せと、野外で、はい、何を出せって言うんだか分かんないけど、あれ、奥さんが出る、ご主人さん、2人で出る、2人、ああ、どうぞ、今準備してるみたいな、あ、こっちに出るってこと、家で出るじゃん、あ、そう、これじゃ椅子を通さないから。2人はちょっとあれかな、椅子は、いや、僕どきますから、インタビューしなきゃダメじゃないですか。えインタビューですね。インタビューは桜井さんが、私よく知らないの人が振られても困るんですけど、どうせどうぞ、本田さんちょっと、あ、どきますじゃあそれ1個詰めて、中野さん、椅子1個寄せてもらっていいですか。すいません、
ここにいるって来てるの？違う違う、なくて、あ、そうなんだ。別の人からよくみんなお店の人ってよく来るようなって言ってて、よく来るよって。すみません、はい、ありがとうございます。お店終わってからちょっと来てみます。気になってたんで。本田さんそこに座るのダメじゃないですか？どこに座ってるんですか？大丈夫、映りますから。ちょっとタバコ吸おうかな。もう彦坂さんと一緒じゃないですか。サブル受講時と設けてもすぐ席が立ってね、いなくなっちゃうで。はい、ただいま紹介させていただいたですね、ちょっと怖いな。奥さんが私の小中の同級生、うん、はい、はい、でご主人さんがシェフ。あ、いいですよ、喋ってて大丈夫ですよ、うん、映ってますね。あ、自己紹介しろって。あ、自己紹介。それじゃあお名前とお店の名前。はい、はい、大西と言いまして、はい、前田町2丁目で。前田町2丁目、はい、去年の10月1日から、はい、イタリアリートのフェリーチェという店をオープンしまして。フェリーチェ、そうですね。あの、岡崎信用金庫のところ。そうですね、近くですね。岡崎信用金庫のすぐ近く、ね、うん、ちょっと分かりづらい一本後ろ側の道なんですけど。あ、裏になるんですか？そうですね、あの大通りの一本後ろの、ね、なるほど、一本裏になるんですね、うん、ただ青色の看板を目印に来ていた。青色の名刺とよく似た色ですか？そうですね、はい、黒看板、看板越え、本当に、うん、そ、これあれ、なんかこれ見て来たい人にはなんかまだそういうこと言うとダメ。視聴率いやいや、すごい。じゃあ今日だって彦坂さんの代わりに僕に出るのもすごいですね。視聴率すごいから、ね。じゃあもうシワ、シワの伸びる。そう、え、コメントは多いよね。コメント少ない。マジで。だって不安がついてないもん。甘くないですよ、世間は。どうするね。僕が出たかどうなんてないです。いいわ、ポーラさんから試聴品もらってそれを配ってください。あ、いいですね、それ。そう、すごく美味しい、ね、すごく美味しい。何が美味しいんですか？何が美味しい？パスタ、特に喉のパスタでした。あのね、ご主人さんがすごく食材にこだわるんですよ。食材にこだわってる。食材はこだわってる。どういうふうにこだわってるんでしょう？生パスタも一応作ってるんですけど、イタリアの小麦粉と、まあ、国産の小麦粉を合わせて、まあ、なるほど、うん、作ってるっていうのと、うん、あとはイタリアのベーコンとか、うんうん、まあ、パンチェッタってね、うん、豚のバラ肉のことパンチェッタって言うんですけど、うん、あとあのグアンチャーレって言って豚の頬肉の塩漬け、うん、こちらを使ったりとか、うん、パンチェッタって豚肉だって知らんかった。知らんかった。豚のバラ肉のことをパンチェッタ、うん、まあ、パンチェッタ生ベーコン、ね、うん、使ってて、うん、まあ、あとはチーズやなんか、チーズ、うん、チーズもちょっと違う。水牛のモッツァレラを使っていたりとか、うん、まあ、あとベラローディーチーズって言って、うんうん、パルミジャーノ・レジャーノとかね、そういう硬いチーズなんですけど、うん、まあ、それの原型と言われてるチーズで、うん、まあ、イタリアでも一番古いチーズの一つなんですけど、はいはい、それをカルボナーラとかで最後仕上げにかけたりとか。なるほど、うん、そういう食べたんですね。サービスでちょっとやってますね。美味しい。あの、この前花丸に乗ったんだよね。花丸に乗ったのをうちの女房が見つけて、うん、これあんたの同級生の大西さんじゃないのって言われて。どちらと同級生なんですか？え、あ、こちら。本当ですか？そうそう。そのうちの女房も知ってるんですよ、うん、女房知ってて、花丸に乗ってるの大西さんじゃないのと、うん、あ、じゃあ行かなきゃいけないよねって言って、で行ってすぐに来てくれましたね、その日。乗った日に。乗った日に。え、今日乗したんだけど。いや、今日女房が見つけたんだけどって話で。まあ、今日の業務はしょうがないよね。昨日来たらおかしいよね。なるほどね。フライングで情報を仕入れてる人いますけどね。営業時間というか、営業時間は11時から、うん、お昼は14時ですね。14時、はい、で、まあ、14時半閉店、一度締めさせてもらって、うん、ディナーが17時30分から、うん、ラストオーダーが22時、うん、22時、昼間はランチとかやってますね、はい、まあ、フラッと気軽に入ってもらって、うん、感じで、で、あれですか、視聴してくださいっていうのはプレゼントね、ポーラさんが。はい、喜んで。番組見たよったらもう一個くれるんですよね。番組見たよった、そう。足りなかったら電話してください。わかりました、その時には遠慮なく。はい、で、定休日が一応、
火曜日提供ですね。火曜日提供。あれ？今日は火曜日じゃないよね。はい。え、だって10時にお店。10時でも。10時にお店閉まってことは、オーダーストップはもう。でも、閉店が23時ぐらいだったから。あ、そうですね。たまに早く閉まるときあります。な、すいません、番組のために。閉めさせちゃった、やめたいな。今日はね、こちらのちょっと話がお客さんから出たんで、うん、あ、じゃあぜひ来てみようってことで。来てみようと思って、お客さん来てたからそのままもう。あ、なるほどね。そうですね。今日は行ってみようと思って。あ、だから大西さんちなんか、この目の前、森吉屋じゃないですか。うん、森吉場に行くと、大西さん。お客さん違う。さっき、その方から聞いて、室カフェさんが、ね。ああ。そうそう。あ、そうですか。そうなんです。今日の今日みたいな。今日の今日みたいな。さっきの話と一緒に。さっき聞いた人が今お客さんに来たんです。今お客さんに来たので。そう。で、パスタ食べたら、ええー、みたいな。大丈夫、お客さんも来てもらえますか。なんですか、これ。で、一緒に待ってやる。いいともみたいになっちゃう。そういうこともあるんですね。本当ですね。なるほど。予約とかいらないんですね。予約なしで大丈夫です。はい。あと、お友達と外になんとかこうお店の中できますか？できますね。うん、まあ、パーティーとかそうですね、うん、できますね。まあ、でも店が小さいんで、うん、何年ぐらい入る？15、6。でもそんな小さくないんじゃないですかね。いや、まあ、それ限界です。限界。作ってるのは、作るほど限界ね。私は一人で作ってるんで、それ以上いっぱい来ると思う。奥さん何やってるんですか？私はデザート作って、あとはサービスしてる。奥さんのデザートうまいですよ。パスタよりも。パスタの方が。そこでうなずいちゃダメじゃないですか。いやいや、パスタももちろんうまいですよ。本当に。しょうがないよ、友達がしょうがないか。ひいき目ね。旦那さんよりうまいって言いづらい。いや、美味しいです。なるほど。うん、締めが良ければってことでね、すべて一日してるんですけど。お酒も飲まるんですよね。そうですよね。お酒もイタリアワインしか置いてないですけど、いいじゃないですかね、お店に来たりだけで。こちらの情報っていうのは何かありますか？ホームページとかブログとか。Facebook でフェリーチェ、うん、で載ってます。載ってますね。うん、フェリーチェ101って形で。101がついてるね、うんうん。あとインスタグラムもありましたね。あとインスタで。うん、インスタ、はい。あと食べログさん。食べログさんとか。食べログも、うん、はい。でもホームページとブログはないんですね。ホームページはまだですね。ラインとかは？ラインはまあ個人でやってるぐらいなんで。なるほど。じゃあお店の方がプロですね。あ、そうですね。まだまだこれからそういうのやっていかないといけないなってことで。そうですね。ぜひ本田さん見習ってやっていただければね。もうずーっと何回あげてんだろう、ずーっと流れてるんですよね。もうちょっとがこうずーっと流れて、本気出したらどうなるんだみたいな。見習わない、教えてもらわないといけない。そうそうそう。一応 Facebook の方にあるよということでね、あとまたリンクの方もしておきますので、ぜひご参考にしていただいてね。駐車場も一応3台あるよということで。はい、あれ後ろというか正面か、お店の正面、あの裏はダメなの、裏は違って、共同駐車場っていうのが空いてれば1台は止めれるんで、まあ、最大4台は。あ、でも表とかあっちは美容院さんの。そうです。でも美容院さんが休みの日はいい。いや、一応契約の日は契約が違うってなってるんで、うん、そうそう、借りてるんで、うん、集合の駐車場じゃなくて、その店舗についてる。そうです、うん、なかなかハードル高いところ。ぜひ、まあ、場所はね、街中ですから、やっぱりね、なかなか駐車場がね。そうですね。でも本当に本場のイタリア料理。本場の、まあ、頑張ってやってますんで、はい、はい、ちなみにランチは何、おいくらぐらいのランチなの？ランチは1200円から。1200円で、ランチはスパゲッティととサラダとデザートとコーヒーがついて、奥さんのデザートもついてるね。ポカッチャもつきますね。ポカッチャという自家製のパンですね。あ、パン、うん、自家製のパンなの？そうです。自家製です。へぇ、ランチ、1200円ではデザートあった。1200円はついてないのか。セフ。生放送なの出ていかないんだ。1200円だとサラダとパスタと、あ
とモカッチャというパン、パンはついてるね、ドリンクがついてます。ドリンクがついてるね、はい、デザートつくと、デザートがつくとパスタコースという形で前菜の盛り合わせ、あ、またさらにつくわけですね。前菜、ね、の盛り合わせでパスタがついて、モカッチャがついて、デザートと、飲み物がついて1580円です。一番それがよく出ます。1580円、はい、というかまあ380円、結構でもランチは人気なんですね。人気ですね。なので380円プラスでも前菜の盛り合わせだったりデザートが2種類作って、そちらがおすすめですね。そちらが多いですね。おすすめ、税込みで行ってますので、今の金額は税込みです。すいません、計算できません。それじゃあぜひ本田さんもおすすめですね、パスタとデザートも含めてランチ、ね、パスタも本当に絶品ですよ。夜は特にメニューは変わらないんですか？夜はもうアラカルトでやってますね、うん、でまあ私がね、始める前が3年半ぐらい富山県の方行ったもんですから、はい、向こうの魚屋さんからまあちょっといい素材があったら仕入れるってことで、ついこの間まではちょっと氷見の寒ぶりを入れてたんですけど、ちょっとシーズン終わってしまうんで、終わっちゃうんですね。そうですね。今月末にはうん、富山のホタルイカをちょっと入れようと思って。ホタルイカ。ホタルイカ。それはね、毎月こうなんか目玉的に変えてるっていうか。まあ、向こうのシーズンに合わせて向こうから直接取り寄せる形で、月々にちょっと商品が変わっていくような感じで気になります。まあ、そのシーズンごとですね、あのホタルイカが今月末からゴールデンウィーク前まで取れるので、5月頃まで見ちゃうんですね。ホタルイカ、ごちそうさまです。何べんも言うけど、おごらしてあげてみて。おごらしていただきます。あ、じゃあもう喜んで。そうなんだ。なんか来てますん。伊藤さんは昨日いた人がいるって映ってるのは僕のこと。そうですかね。お二人が違うならそうでしょうね。そうそう、お二人は違う。うん、じゃあぜひランチは11時からですね。はい、そうですね、はい、まずランチからちょっとお試しという形でちょっと味をいただいて、また夜もね、そうですね、ぜひお越しくださいということで、はい、お待ちしております。見たっていうとポーラさんから届くそうですので、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次のゲストは、え、次のゲストゲストじゃないですよ、準レギュラーじゃないですか。セミ確かに、セミはもうぜひ、ぜひぜひぜひ。あの、だってこの釣りちょっとないでしょ。ない、でも普段のいつもの小坂さんのツーショットとツーショットが面白い。最近本田さんのツーショットがないので。そうですね、ちょっと明るくがちょっと今日不安定だな。カメラちょっと、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ、はい、意外と狭いような広いようなあれですね、本当にね。あの、でもすごい バランスのいいお店。はい、そう、じゃあ、ちょっと他のお店のコマーシャルしちゃったから、ここのお店のコマーシャルちょっとしないとね。ちゃちゃ入れに来ましたから、さっき。はい、こちらの方ですね。はい、もし寄付できない方は、ぜひ3日に、つむぎさんに行ってもらってください。これね、パンダさん、実は、うちの女房の、友達、女房の友達がこれをどっかで見て、あなた知ってた諸亀さん移転するんだってって言うから、俺どれだけ諸亀さんに会話してたお前に言われもう言って、この発表がある前から聞いてるよって話してむしろ作ってるところが知ってる。そう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 いう奥さんでした。あなた寄付したのって言うから、寄付じゃないよね。まあ寄付じゃない、一応商品券みたいな感じですからね。そうそう、商品券なんで、お得なことはありますけど損はないですね。そうです、はい、こういう商品券が、はい、ああそうですね、はい、はい、
はい、じゃあこれ今パンダさんからですね差し入れきましたって恐ろしいわもうそっち行っちゃう、あの番組見たって言ったらもらえるかもしれないつむぎさんにもらってどうすんだってこれね、私まだもらってないんですよ。あ、そうですか。そうそうそう、お金払ってないんですよ。あ、じゃあお金払ってあのあげましょうって言われたんですけど、これ使えるのがあの新店舗からじゃないですか。そうそうそう、そうそう、なのでまだいいんですよ。ありがとうございます。まだいいんですか。貴重、貴重。ちょっと暗いな。でそれに関連して、はい、これが、3月9日に一応ね、一度お店を閉めて、10日は特別バージョンで。これあの意外と知らない人が多いんですけど、はい、モーニングから3時までは、うん、ムロカフェさんなんですよ。そうですね。で、それはですよね、夜、うん、夜からは実は夕食グラブマイムという、はい、知らなかったの。で僕は知ってますよ。僕は知ってるんだけど皆さん知らなくて、なので、まあ、今度移転先はもうムロカフェに統一をされるので、これあの番組の影響ですね。そうなんです。ムロカフェでないとって言ってますからね。だからムロカフェさんからお送りしてますっていうのがそもそも間違いない。昼はムロカフェさんからお送りしてますっていう。そうそうそう、なんかあの番組がお店に変えちゃったんで、ちょっと良くない影響ですね。ということで、はい、夕食クラブ前もお別れ会と、はい、いうことで、はい、3月10日の、6時から深夜2時まで、はいはい、飲み放題。飲み放題です。アルコールの人は4000円。はい、アルコールない人は3000円。3000円です。はい。でこれ飲み放題、食べ放題です。すごい男ですよね。男ですよ、それは。飲む8時間おって飲み食いして、まあノンアルコールだったら3000円ですよ。昨日マスターとこれ話してて、うん、これ途中で僕お風呂入り行ってまた戻ってきてもいいのって言ったら、もう一回3000円。もう一回3000円。当然じゃない、そんな。着目じゃない。でもここにじゃあいないんだよね。そういうことですよ。再入場券もらえるんですか。再入場ですか。いやでもあの元々マイムさんって、うん、美味しい食材をリーズナブルに出してもらってるんで、これはもうでも本当にお得だと思います。一応あの毎日じゃないけどね、前が挙げたの夜定食はね、本当はマイムさんだもんね。そうなんだ。そうそうそう。モーニングはね、おにぎりのモーニングとかは室上さんで合ってるんですけど、で夜定食はおかわり自由なんですよ。ご飯ランチもおかわり自由。あ、そうだ、ごめんなさい。まだ私に、案内してもらったことない。たまに私、まあおかわり自由なんで、うん、こう来る時に、うん、普通のお客さんには普通のお客さんにはマスター、普通ですか大盛りですかって言うんですけど、僕の場合はもう大盛りが基準なんですよ、はいはいはい、大盛りですか超大盛りですか、でその上にあの日本昔話風ですかっていう3段階があって、それじゃあまたもうだから基本頼むと大盛りで来るんで、ちょっと食べたいなっていう時にはあのですお超大盛りっていうのがあって、まあ、お茶碗がどうになってもうちょっとすごい今日お腹空いてんだよねって時間ずれちゃってっていう時にはあの日本昔話という、はい、あんまりお茶碗を大きくせずに普通のやつにこう山にして、うん、食べづらいじゃない。いやでね、ご飯美味しいですよね、あれご飯美味しいですよ。あれ炊き方も違うの。あのね、研ぎ方です。あ、研ぎ方なんだ。美味しくなーれ愛情が入ってるんだ。なるほどね。この前初めてのランチ来ました。そう、もう何十回この放送してるか分かんないですけど、食べました。初めてムロカフェに来ましたよ。でも私もランチは少ないですよね。そう、ランチは少ない。ランチは少ないけど、もうあのね、ランチはね、だから桜井さんの場合は昼間に初めて来ました。そしたらね、作ってる人違ったんですよ。あ、そうです。そっちの方がうまいかなと思ったね。あ、あじゃあ昼も僕が調理したらもっと太っちゃう。わかるか、言ってる意味。あ、もうこれから僕昼来ようかな、じゃあ。そうね。あ、いいよ。夜やめて、うん、僕おらんよ、そっか。その支障がないかもしれないな。はい、そうですね、お別れ会ということで、あ、そう、こっちの方で違う話になっちゃった。そうか、はい、はい、アルコールの方はいません。ポイントはね、当日参加ダメなんですよ。ちょっと前で知らせなきゃいけない。そうですよね。申し込みが、え、これは申し込みは、え、だからフェイスブックでハト電書バト
言ってもいいです。うちにちゃんと届けばいい。届けばいい。あと来るよって一言言っとかないと。そうです。フェイスブックで、まあ、イベントページ立ち上がってるので、はい、検索していただいてもいいですし、はい、それでその参加申請をしていただくか、しておかないと人数をねちょっと知りたいよっていうことで、ちょっと100人も入れないのでね。いや入れます。入れるんですか。本当に8時間もあるのね。入れ替わり立ち替わりで分かんないね。前半みんないいものあると思ってダーッと来て、僕もうだって全泊で並べるでしょ。全泊で1時間でみんな帰っちゃうもうなくなったわみたいな。もうとにかくね、ある程度は用意します。ただ過剰には用意しないので、もう最終日に本当に最終日ですからね。そうです。もう後ろはないという。そうなんです。なのである程度こう人数を把握させていただきたいということで事前申し込みます、はい、そう。あともう一個注意点は、うん、お席の確保はしません。お席はね、立ち見何時に何人行くから席取っといて、その日に限ってはやりません、まあ、参加表明だけね。そうです。席の予約はなしと。そうです。で、あと未成年のお客様は申し訳ありませんが、この日は今回は安全ピンに入りまして、どんだけ未成年はダメなんですか。はい、はい、お酒飲む方が多くて、やっぱり何があるか分からない。ああ、なるほど。そうね。それだけはちょっと怖い。まあ、早く来てもね、ちょっと心配なんですけど。未成年で20歳 ?18 歳。そう、18歳。あ、18歳じゃない、今20歳。です。です。あ、未成年だもんね。成年になら、そうそう。そう、紛れて飲まれたら困るもんね。10年はいいですよ。あと、余興で盛り上げてくれる方も集中するということで。はい、そうなんです。はい、じゃあね、これでもなんかもう一人サプライズはね、今ちょっと聞きましたけど。有名な方がちょっと、ね、来てからのお楽しみ。ああ、なるほど。僕知らんのに。ああ、そうそうそう。なんで知らんの。ちょっと先ほどのお客さんと話してて、ああ、そうだね。彼来るよって言うから。ああ、そうなんですか。そうそうそう。余興で盛り上げて。ああ、なるほど、ね。で、お手伝いしてくれる方も来る。そう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 。あの、参加費を払って手伝ってもらうんですよ。なるほど。あ、そういうことなの。そりゃそうですよ。だから中野さんなんてバリバリ手伝うのまんまんだから。だってエプロンしてくるって言ってた。マネーは、あ、あ、持参しますよ持参するだけだそうです。つけないそうです。そうなんだ。 なんかありますか。え、お手伝いするとメリットがあるってこと。いや、しないですよ、しないですよ。中野さんがやってくれるんだったら中野さんがやってくれるもう100人に行けよ。全然何言ってるんですか。まあ、下の狭いまでしてくれますよ。おむつ当てましょうかって言われますよ。最終的にあれみたいな。ボケたのな、私みたいな。はい、はい、お待ちしております。はい、で、本田さんはイベントないですか。私の方は ないというか、 3月3日つむぎさんなんですけど、3月2日は、はい、出雲総裁さんの、うん、貴賓殿さんで、就活のイベントがあって、そこをうちの会社でハンドマッサージの。就活にハンドマッサージするんですか。就活とハンドマッサージ、結構ですね、くっつかないんですけど、くっつくんですよ。何がくっつくのよ。そうそう、本社の手を揉みながら、うちへ来い、うちへ来い、うちへ来いって言ってんじゃん。本社が科学的に証明をしたんですけど、うん、チョコレートを食べると、うん、こうストレスがなくなるというか、そのそのチョコレートを食べてストレスがなくなる感情と、うん、あのハンドマッサージをやるのと、うん、実は似てるんですという、うん、科学的にこういうグラフがあって、精神状態がね、そうそう、精神状態がそうになるんですよ、うん、っていうことが、はい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 、本社のホームページに行くと、それとどうやってつけるんですか、就活と。まあまあ、就活に限らず、いろんなイベントは会社としてこう出ていくのでね。やっぱ本当、来い来いじゃないんですか。いやいや、その面接しながらやってないんですか。いや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 、あの、まあ、心したら来るよみたいな。ただやっぱりこう、本当にハンドマッサージをやると、はい、こうちょっと白くなったり、血行が良くなったりはするので、うん、それをこう手でこの時間でやって興奮になるから、ちょっと顔でやってみたらもっとすごいよねっていう、うん、本田さんの夏美先生からバグパイプで、バグパイプの、はい、はい、ご挨拶の会長、はい、こんばんは、はい、今日はいつもと違うメンバーをお届けしてます、はい、ちょっと品が上がりましたかね、これ。上がってますよ。
下ネタがないだけの番組でちょっと期待されてる人によくがっかりみたいな番組やってる。そうそう、夏目さんもぜひね、あのイベントでバグパイプを、うん、はい、あでもすごバグパイプってすごい響くんですよね。すごいっていうもんじゃないよね、存在感がありますね。でその日は東公園でやっていただいて高島で聞こえるんですかね。聞こえるかもしれないよ、それぐらい近いとこ吹きますからね、はい、これって公園間違えても大丈夫みたいな。あそうです。楽しみですね。であそでただそのイベントですね、うん、実はあの駐車場があまりないないですので、まあ地図見てもらえばね、まあ厚見線乗っていただいて来ていただくのもいいのかな。どこで降りるんですか。高橋駅。徒歩何分？徒歩で行ったらもうすぐですよ。スキップで2分ぐらい。普通に歩いてはダメですか？なんでスキップしてやるの？そうそう、高橋駅に近いところに本部のエリアを置くので。ああなるほど、うん。本部行っても楽しいですか？本部楽しいですか？あの今本当に、うん。広いんですよ、場所が。本部がどこかわからないみたいな。すごく広いので。うん、ご返事いただきました。あ、お願いします。ありがとうございます。豊橋公園からですか。豊橋公園から。違います。ちゃんと現場違いますよ。まあ、メインのステージ、うん、本部エリアにメインのステージを作るんですけど、そのコンセプトが、うん、まあ、豊橋、うん、〇〇と〇〇の〇〇〇っていうテーマで、まあ、来週向いてくださいよ、ね、で〇〇だけ意味がわからない。そこのこう柱メインとなるものがですね、うんうん、あのまあ、音楽会もあるよ、うん、あの芝生の上で路上ライブ、あの芝生ライブをやるエリアもあれば、うん、こうステージを作って、うんうん、あのやるところもあるということと、うんうん、あと、はい、食べる方、はい、食べる方も、まあ、豊橋の食材もあるんですけども、うん、まあ、ちょっと広い意味で、東三河の食材とですね、あと、まあ、多国籍、はい、うん、先ほどのイタリア料理も含めてですね、まあ、中華料理ですとか、うん、いろんなところに今ちょっと出演こあの出てくださいという話を、まだね、確定しないところでね、はい、それとあとですね、本当に広いので教室、青空教室、あのその道のプロの方にこういろんな、それがそのカメラの、うん、講座であったり、ヨガですとか、はい、もうカメラなんかはもうモデルさんもいますし、モデルですか？もうそのネイチャー写真だってその場で撮れたりはするんで、そう忙しいですね。じゃあ、で、あと動物の触れ合いコーナーということで、こてつの部屋さんにも、そこまで行っちゃっていいんですよ、今日は。あ、いいです、いいです。さっきまで隠してたら、なんて聞いてたか。いえ、隠しはないですよ、あのそういう、なんかどうぞ、これ投げてません、はい、盛りだくさんなイベントですね、はい、まあ、あの Facebook 追いかけてたら、全部持っていくと思うよ、ね、もうここ10本中9本そうですよね。最近ですか？あ、まあまあそうですよ、そうです。ちょっと本気出してきましたんでね。そのちょっとがなくなったときも、ね、本気になっていたもん。24時間ダーッとこっちですか。これはまあ来月ね、発表していただけると思いますので、はい、楽しみにしておいてください。はい、で、今何時になってますかね。時計が出ないですね。57分。ちょうどいいじゃないですか。急にね、今日は本田さんにお願いしてね。いえいえいえ、ちょっと番組の信号を上げてもらいね、ちょっと一回リセットさせていただいて、ね、って言ったら怒られるから。多分上げてはないと思うんですけどね、下がってはないと思うんですけど。下がってないですか。現状維持で。よかったよ、もう毎回下がってますもんね。そうなんですか。そう、はい、いつも声だけでね、参加していただいたんですけど、今日はついでにこんばんはということで、彦坂さん、ついでにこんばんは。見てない最後まで見れよみたいなね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、なんとか今日もね、本田さんのおかげで、無事に賑やかく、ちょっと一人横でニヤニヤしながらね、出てくれない人がいたんですけどね、まあ、いやいや、せっかくですから。
あのちょっと恥ずかしいということで分身が、はい、こっちの方が人気者ですかね番組なんかこうパンダ持ってゴデゴデ言ってましたけどね最近パンダにちょっと凝りすぎて拝みかこれ手を合わせてるんですかこれ合唱してるんだ合唱パンダ合唱パンダ紙パンダだけにちょっと怖いですねこれはいありがとうございますはい、はい、じゃあ今日も無事なんとか、はい、終わることができましたありがとうございました、はい、ありがとうございましたはいそれでは一応来週分内やったらあの多分クレームがつくと思うのであのやめてください来週が28日なんですよね確か今日21日、はい、2月最後のでムロカゲさんはもう1回あるかムロカゲさんは最後ただね確かね28日はね違ったかなあこれ2月末までですよ多分2月末ですよねこれ最後ですよねこれそうですね、はい、次回の放送で最後になりますのでぜひあの、はい番組見るついでもありがたいんですが来ていただいてね最後の応援をしていただくとね3月10日もねちょっと盛り上がって楽しいお店をね閉じていただけるかなとちょっと番組的に名前変更させるのでちょっと頑張らないといけないところがちょっとありますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、番組でやってたボーラさんが何かくれるかもしれませんので、はいはい、本当ですか？もちろんですよ、はい、ありがとうございます、はいはい、でこれで一応モロカフェでないとね、はい、終わらさせていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました藤子様でした、ありがとうございました